こんにちは、末広京子です。皆さん、終わるという字で始まる就活やエンディングノートについて詳しくご存知でしょうか。今回、エンディングノートの書き方や活用するための方法をお話しいただくのは藤岡聖子先生です。藤岡先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。藤岡先生は就活の専門家集団 NPO 法人らしさのメンバーとして活躍されていらっしゃいます。藤岡先生、具体的にはどういった活動や取り組みをなさっているのでしょうか。はい、整理整頓のスペシャリストとして、らしさでは人生の整理ということをテーマに活動しております。整理整頓のスペシャリストである藤岡先生が就活の専門家にっていうのがどうしてなんだろうと思っていたのですが、その整理というキーワードからだったんですね。そうなんです。まあ、物、それから書類、お金、人生というところなんですけれども、そのお金っていうところが、ファイナンシャルプランナーであったり、相続アドバイザーであったりということがあったんですね。はい、納得いたしました。さて、その人生の整理、就活となるわけですが、後に残された人のことを考えて、自分ができるうちに自分の人生のプランを整理していくということはとても大切ですよね。そうですね、やはり自分の人生ですから、それに責任を持っていただきたいなっていうふうに思っています。はい、そこでエンディングノートとなるわけですが、エンディングノートと言いますと、まっさらなノートに自分の希望を一生懸命埋めていくのは大変と思っていらっしゃる方も多いかもしれません。先生が所属されている NPO 法人らしさでは、こちらのノート、ご自身の人生を整理しやすいようにまとめてあるらしさノートを準備しています。先生、私も拝見させていただきましたが、こちら必要なことをスムーズに書き込むことができるのでとても便利ですよね。あと、この薄さもいいなと思いました。はい、そうですね、こういうエンディングノートっていうのは書き換えていくものなので、はい、一回終わったらそれで終わりではないんですね。そうなんですね。はい、なので薄い方が書きやすいかと思います。